248年に一度起こる大きな変革の期間の始まりです。ようこそ、予言天狗三春です。今回も神様からの予言をお伝えします。今日は2024年で大事な月である11月の予言をします。この11月が2024年の締めくくりにすごく大事であり、また大波乱の2025年を乗り越えるためにも鍵ともなる月になります。あなたの今後を決めるともいえる大事な話をしたいと思います。この11月をどのように過ごすかが本当に大きな鍵になりますので、今回発売された僕の書籍開運年表にはまさに11月1日から毎日すべきことが書かれています。5年分書かれていますので、ぜひこれに沿って進めていただけたらと思います。今書店で購入した方には特別なプレゼントをしているキャンペーンをやっていますので、ぜひ書店でお買い求めいただき、プレゼントをゲットしてください。キャンペーンのリンクは概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックをお願いします。11月の予言についてお話しします。あなたは毎年11月をどう過ごしていますでしょうか。今年ももう終盤にかかり11月が始まります。本当に月日が過ぎるのは早いものだなと感慨深く感じます。2024年も残すところあと2ヶ月。この2ヶ月が長いとするのか短いとするのかは人それぞれですけれども、なんとなく過ごしていてもこの2ヶ月はそのまま終わってしまいます。今年の最後に向けて意図を持って過ごしてほしいなと思っています。今日は11月について要注意日などをお話ししますので、ぜひカレンダーにチェックしながら見ていただくと嬉しく思います。また高評価を押しておいていただくと後で見返しやすくなりますので、ぜひ活用してみてください。11月は一言で言えば次元上昇のエネルギーが高まる月です。この重要な月を有意義に過ごすことで、あなたの人生はより充実したものにすることができます。しかし反対に何も考えずに過ごしてしまうと、このパワフルな11月のエネルギーを無駄にしてしまう、次元上昇のチャンスを逸してしまう、そんなことになりかねません。多くの人は11月を普通の月だと考えていると思います。そのため日常に埋もれてしまう、そういうことが多いんじゃないでしょうか。ついつい目先のことばかりに追われてしまい、今年もあっという間に終わっていく、そしてそのまま正念場の2025年に突入する、そのような形になると、あなたの人生の振れ幅がマイナスの方に振れる可能性が高くなってしまいます。そのぐらい11月は大事な月になりますので、しっかりと今日はお伝えしておきたいと思います。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは11月の特別なエネルギーをどう活用してどのように過ごすべきかを知ります。これによってあなたの未来をよりポジティブに変えていくことができます。あなたが次元上昇の波に乗るために具体的な行動を見つけていく大事な話をしますので、今日の動画を最後までご覧ください。11月が持つエネルギーとは、11月の月のテーマ、それは次元上昇、そして1のゾロ目のエネルギーも降りていますので、一つであるということがものすごく大事な月になります。11月はどんな月になるのか、一つであるという意識を持つことで次元上昇していく、そんな月になります。ゾロ目の月なので基本的にはいい月だと言えます。一つであるということについてどういうことと思われるかもしれませんが、もともと古代においては一つであるという概念が当たり前にありました。すべては一つである、一体である、自分と他人も一緒である、そんな概念が当たり前でした。でもこの考えを失ってしまってから、戦争というもの、殺人、いじめや差別というものが生まれています。一つであるという概念を持っていたら、戦争も殺人もいじめも差別もできないんです。だって自分と一緒ですから、仲のいいむつまじい家族と同じように、家族を自分と一つであると思うから大事にしてるんですよね。それを大きく地球全体に広げた意識がこの11という1のゾロ目なんです。ですから地球や自然や人類全ての生命が自分と一緒だと思う意識がこの月のエネルギーの流れであり、そのような意識を持てば何事もうまくいく月になります。改めて暦とはをお話しします。暦というのは、こう読むツール、こう読むから暦なんです。
つまり自分を読み解くための暦。その暦は天体の動きとシンクロする必要があります。地球上にない天体の力を下ろすことで覚醒し次元上昇していきます。そして天体の動きにシンクロしながら生きることによって自分の本質を見つけていく、見出していく、それが暦の役割なんです。ですから暦というのは天体のリズムと合っていなければ意味がないということになります。するとほとんどの人が使っている世界体重で使われているグレゴリオ暦、このグレゴリオ暦は天体の動きとシンクロするのかというと、最も大事な月という毎月12ヶ月、この12ヶ月が月の動きとシンクロできていません。なぜなら月は、ある月は30日であったり、ある月は31日であったり、またたまに28日で回ったりしません。月は一定のリズムでずっと地球の周りを回っています。それなのにグレゴリオ暦はデコボコの下手くその運転手のような運行をしているかのように作られています。月がそんな動きしてませんので、当然にグレゴリオ暦で生活をすると月のリズムとはずれていき、覚醒しなくなり、アホになっていく、バカになっていく、それがグレゴリオ暦です。それに対してカタカムナカズータ暦は毎月一定の28日、これは月の周期と全く一緒です。すると1年間は13ヶ月になります。 28×13 は364、つまり1年間は13ヶ月で1日か2日余りますので、その分カタカムナカズータ暦の正月というのはずれていくんです。でもこのカタカムナカズータ暦で28日周期で生活をすることによって、あなたの中のもともと神であり天才であった部分がそれを思い出し覚醒していきます。今回出版する開運年表はこのカタカムナカズータ暦が載っていますので、毎日見るだけで覚醒し開運していくようになっています。11月特に注目したい日についてお話ししましょう。これから言う日を忘れないようにカレンダーなどで印をつけておいてください。開運年表の方に書き込むのでも結構です。そしてこの特に注目したい日についてはそれぞれの日のその前に詳しく説明した動画をアップする予定にしていますので、楽しみにしていてください。ではざっと言っていきます。1日金曜日、土の富の日、サソリ座の新月、この二つが重なりますので大注目。月の初めが土の富の日であり、さらに新月である、これはすごい日です。そして2日土曜日、一粒万倍日、大明日、母草日、大安、4日月曜日、祝日、不成就日、5日火曜日、一粒万倍日、大明日、10日日曜日、虎の日、11日月曜日、ゾロ目、12日火曜日、不成就日、天音日、13日水曜日、巳の日、天音日、16日土曜日、牡牛座の満月、17日日曜日、一粒万倍日、18日月曜日、一粒万倍日、20日水曜日、不成就日、そして冥王星が水瓶座に入る、22日虎の日、25日月曜日、巳の日、28日不成就日、母草日、29日一粒万倍日、母草日、30日一粒万倍日。この中でも特に注意してほしい日5日をお伝えしておきますと、まず先ほども言った11月1日土の富の日であり、サソリ座の新月、この日は絶対に外せません。そして11日のゾロ目の日、11月11日ということで1が4つであり11がゾロ目。そもそも月がゾロ目の月は11月だけですし、そこに月と日で4つのゾロ目になっているのはこの日しかありません。1年に1回のチャンスです。そして11月から12月にかけて連続一粒万倍日が現れます。これは収穫の時期に合わせて言うには稲穂の進捗という、お米を育て、お米を祭り、お米を食べて世界を繁栄させ、地球を次元上昇させなさいという神様からの命令が強く力を下ろすタイミングだからです。ですからただの一粒万倍日ではないんです。そして16日が牡牛座の満月、今年最後のスーパームーンです。びっくりするぐらい大きな月のエネルギーが降りてきます。そして20日不成就日で冥王星が水瓶座に入る日、この冥王星が水瓶座に入る期間はこれから長いんですが、248年に一度起こる大きな変革の期間の始まりです。この日にこれからの時代に向けてしっかりと自分の意図や目的目標などを固めておく必要があります。11月にするべきこと、
3つお伝えします。1つ目、今まで以上に全てが1つであるという意識を持つ。これをやってください。この11月一体化していく、共存していく、自分と相手は1つであると考えることによって、あなたの次元は変わっていくんです。そして2つ目、今までと同じところにいるわけにはいかないと考えてほしいんです。あなた自身のスタンダード、標準、当たり前を変える、それをやってほしいです。つまり違う価値観を自分の中にインストールして、新しい考え方に移っていく、そして新しい考え方をまた受け入れていく、そんな月にしてください。今まで通りでは良くない、そう思っておいてください。3つ目、暦を意識した日々の暮らしをすること。この11月にその暮らしを習慣化することによって、2025年大波乱に翻弄されないあなたになれます。ぜひ開運年表を活用していただけたらと思います。11月に避けるべきこと、3つお伝えします。1つ目、人との対立。これは本当に1ヶ月の間自分を抑えてください。嫌だなと思っても対立しない、クソと思ってもスルーする、そんな月にしてほしいです。二極化すること自体がこの月は一つであるというエネルギーですので良くないんです。この動画の尺もあるので詳しくお話しすることはできませんが、一つであることが大事なエネルギーの11月に対立、分断、二極化、ここにつながっていきそうなことは避けてください。2つ目、個人で頑張りすぎる、それは慎んでほしいです。頑張りすぎないで人に頼る、これが大事です。人に頼れるような人間関係を作っていくことも大事だと言えます。そして3つ目、現状に安住する、今のままでいいや、変わりたくないとか、これはかなりネガティブなことを引き寄せてしまうので、現状に安住しない、変える、変化する、それを意識した月にしてください。人との共存、一人でいる方が楽だという人は意外に多いと思います。気を使わないでいいし、自分のペースでやりたいことだけできる、そう思うからだと思いますが、人間の悩みというのはほぼ全部が人間関係の悩みだとも言われています。このことから、人は人と一緒に何かをしたいという本能的な欲求があるんじゃないでしょうか。なぜなら人間というのは社会生物であり、社会を作り仲間と助け合って生き延びてきました。もともと走るのも遅いし、力も弱いし、皮膚もむき出しで食べられやすい、そんな人間がなぜこのように繁栄しているのか、それは間違いなく社会を作って助け合って生き延びてきた、その知恵が私たち全員に刻まれているんです。自分一人で何かをするよりも、仲間と一緒に何かを成し遂げることの方が大きな喜びを感じますし、達成感や充実感も段違いになります。このような楽しみを洋楽と言います。洋楽の反対は陰楽で、陰楽というのは刹那的な楽しみ、喜びです。お酒によって気持ちいいとか、タバコを吸って美味しいとか、これは刹那的な楽しみで、洋楽というのはもっとスパンの長い楽しみ、喜びになります。陰楽がダメというわけではありませんが、未来を切り開き、作り、育てていくのは洋楽です。この洋楽を感じると、中丹田という溝落ちの奥にある感情脳というスピリチュアルな脳が開き、天界からの情報を下ろして、ありえない発想や思考ができる、覚醒した人間になれます。そのことが次元を変えていきます。そういった意味で11月は人と一緒に洋楽を求める、そんな月にしてほしいんです。そのためにも、一つである、相手と自分は一つであるという概念を忘れないようにしてください。あなたが誰かと組んで心を一つにして何かを成し遂げた経験があるのであれば、ぜひこの動画のコメント欄で教えてください。またそういう経験はないなという場合、これからやりたいことをコメント欄に書いてみてください。誰かと何かを成し遂げたというのは一生の財産になりますし、他の人の経験というものを知るだけでも知った人の力になっていきます。ですから、今この動画を見ているあなたも僕も全てのリスナーも一つですので、一つであるリスナーのためにぜひシェアをお願いします。そして11月中はできるだけこの動画を見返してほしいなと思います。そのためには高評価ボタンを押しておくと便利ですので、お忘れなく。では今日の話をまとめます。
早いもので11月がやってきます。2024年を締めくくるにしても2025年という波乱の年を乗り越えるためにもこの11月がめちゃくちゃ大事であるということで11月についての予言をお伝えしました。11月が持つエネルギーは次元上昇、そして一つになる、一体化するというエネルギー、それが強い月になります。一つであるという意識を強く持てば次元上昇に迎える月、そんな素晴らしい月が11月です。11月に特に注意したい日について挙げましたので、もう一度振り返っておきましょう。1日土のと海の日、サソリ座の新月。2日一粒万倍日、大明日、母草日、大安。4日不成就日、5日一粒万倍日、大明日、10日虎の日、11日ゾロ目、12日天王日、不成就日、13日巳の日、天王日、16日牡牛座満月、17日一粒万倍日、18日一粒万倍日、20日不成就日、冥王星が水瓶座に入る、22日虎の日、25日巳の日、28日不成就日、母草日、29日一粒万倍日、母草日、30日一粒万倍日というような日はぜひチェックをしておいてください。そして特に要注意なのが1日の土の富の日でありサソリ座の新月、そして11のゾロ目である11月11日、それから11月12月に現れる連続一粒万倍日、この連続一粒万倍日が2回来ます。この2つの連続一粒万倍日は湯には稲穂の進捗という神様からの命令が強くおりますので、このパワーを生かしてください。そして16日牡牛座の満月であり今年最後のスーパームーン、でっかい月です。そして20日不成就日であり冥王星が水瓶座に入る日、この日はしっかりこれからの長い年月の冥王星水瓶座時代をどう過ごすのかを考える日にしてほしいです。これらについてはまたその日の2日前ぐらいに解説動画をお送りしますので楽しみにしていてください。では11月にするべきこと3つをお伝えしました。1つ目、今まで以上に全てを一つだと意識すること。2つ目、今までと同じところにいてはいけないと思うこと。3つ目、暦を意識した暮らしをすること。開運年表を活用してください。11月に避けるべきこと3つ、1つ目、人との対立、2つ目、個人で頑張りすぎること、3つ目、現状に安住する、これらはやめてください。変化の月ですのでぜひ変化していきましょう。この11月は人との共存というのが大事であり、人と一緒に何かを成し遂げる、そしてそれを喜ぶ楽しむという陽楽が大事だとお話ししました。ぜひ陽楽を味わったよという経験をコメントに残していただきたいし、もしそういう経験ないなという場合はこれからこんなことしてみたいということをコメントに書いていただけたらと思います。その陽楽を考えることによるエネルギーというのはお互い一つである者同士をより高次に連れて行ってくれます。ぜひコメントをお願いします。ということでこのチャンネルは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメント、シェアをお願いします。今予言天狗と LINE で友達になっていただいた方には素敵なプレゼント5つと天命、地名、画名というあなたが絶対に決めなければいけない大事なこと、その決め方についての重要な情報や丹田活瞑想という真の瞑想法についての情報などを配信しますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。それではまた次回動画でお会いしましょう。母はナスが好きで、昨日作ったナスの生姜焼きを喜んで食べてくれました。ご飯とも合うので、玄米と白米を混ぜて水多めで柔らかく炊くとなんとか食べてくれるので、極力そうしています。今回、ナスと一緒に豚肉も炒めたんですけれども、豚肉だけ残してました。まあ他にもおかずが多かったからだと思いますが、ナスは栄養面でもいいので、母にはしっかりと食べてほしいなと思っています。今年、ナス作りは失敗してしまって、いまいちでした。ちょっと来年はリベンジしたいと思えています。来年は今年プランターで育ててみたユニアの実りをちゃんと土で育ててみたいなと思っています。水田にするわけにはいかないんですけれども、土でどんな風になるのかというのも試しとしてやってみたいと思っています。もちろん食べれるまでの量は作れないと思っていますので、それは神様にお捧げして運気をアップするように使いたいと思っています。主に食べる分
は注文して食べます。ユニアの実りも新米が出てきているようなので、ぜひ味噌ぎの玄米、天命覚醒の玄米、龍神の力を宿すユニアの実りを健康と開運のために食べることをお勧めしたいなと思っています。ユニアの実りについては概要欄にありますのでチェックをお願いします。口コミが本当に面白いです。そして開運年表の書店キャンペーンもよろしくお願いします。書店で購入していただければ素敵なプレゼントをお渡しします。概要欄にリンクがありますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、ではまた。